皆さんこんにちは、ビーレジェンドのダンです。今回は三頭筋の奇跡の追い込み方についてお話ししていきたいと思います。ビーレジェンドの公式 LINE でお得な情報なども掲載しておりますので、ぜひ気になる方は概要欄よりチェックお願いいたします。ではですね、早速奇跡の追い込みについてお話ししたいんですけども、これやってたらなんでこんなに跳んねんっていうぐらい跳る最後の追い込みです。これ初っ端にやっても全くもって効かないです。トレーニングある程度終わってから最後の追い込みでやってあげると、さらにパンプアップしますよって言ったような種目になりますので、ぜひ参考にパンプアップしてみてください。ケーブルフレンチプレスを行ってから追い込むといったような流れでやっていきたいと思います。準備するのはロープです。今日はフェイスタオルで代用していきます。ロープを使ってぐーっと前に引きます。結構フレンチプレスって下から引くことが多いんですよ。でも肘の関節が弱い人が下からやると、その重量に耐えれなくなってしまって、肘を弱してしまう可能性があるっていうのから、フレンチプレスやりやすいこの上から引くっていうようなやり方をまずお勧めします。ぐっと倒して体を少し前傾した状態、この姿勢のままグッとグッとで、このポイントでまっすぐするのかひねるのか、これはですね、狙いたい部位によって変わってきます。このあたりを鍛えたいのか、グッと力を入れた時に出てくるこの外側のあたりを鍛えたいのか、外のラインを作りたいのであればひねる、ダブルバイとかした時にポコって膨らむこの下のラインを作りたいんやったらひねらないでまっすぐやる、そういったイメージでやってもらうといいと思います。で、グッとこうグッとね、普通にフレンチプレスをするわけですよ。で、終わってグッ、やばいな、ボーンって戻ったら、ケーブルを戻してしまって、前に体重をかけて、ケーブルは引っ張らない。その状態で、肘を上に上げる。こう、万歳動作。ちょっと前に体重かけて、ケーブルは動かさないけど、ケーブルから一番遠い状態。引っ張らないように固定しながら、万歳。ただひたすらこれ。ただひたすらこれ。これを、種目終わった後20レップ、30レップ、その時の体力次第ですけども、高回数行って限界までやることによって、めちゃくちゃパンパンになります。騙されたと思ってやってみてください。まあ、ロープがあるところであればロープでやってもらってもいいですし、ロープじゃなくても別にできんこともないです。ちょっと前に倒してやってあげる。万歳やってあげる。これダンベルなんやったら2キロとか持って細かくこうやってやってあげたらいいんですけど、ダンベルとかよりもこっちの方がやっぱすごいやりやすいです。ケーブルで追い込んだりした後にはぜひやってみてください。よかったらいいね。チャンネル登録お願いいたします。概要欄にもですね、お得な情報なども掲載しております。Bレジェンド公式 LINE 登録していただくと、お得な情報なども掲載しておりますので、ぜひ気になる方は概要欄に友達登録もお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。